日本放送ナインティナインのオールナイトニッポン、毎週木曜深1時では、今日29日深夜放送で久保しおりが来たぞ、ナイナイの餃子でおもてなし大作戦を届ける。水曜のアンパーソナリティを務める乃木坂46久保文雄里に対して、岡村隆史は何でも食べてくれはると絶大な信頼感を寄せているが、そのきっかけとなったのが昨年行われた天ぷら岡村での出来事だった。改めて当時の様子を振り返りたい。久保は昨年7月に乃木坂46久保しおりファースト写真集交差点を出版。それに合わせ久保から当番組宛てにメッセージが届いたが、その日にちょうど番組で話題になっていたのが岡村家のベランダに育っているシソだった。シソへの並々ならぬ愛情を示した岡村からメッセージを届けてくれたお礼として、そのシソが久保にも届けられという交流があり、今回マンを持たしてゲストとして登場することになった。シソは天ぷらにするのが美味しい。そして岡村が日本放送の局内に天ぷら岡村をオープンさせた。